こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。スターホースポケット、ログインボーナス。松並ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。プレゼントが届いてるよ。ガチャ。遺品丸像か。そういえばさ、今3月2週ですね。入球あと10週か。いい仕上がりだね。大根か。元気だね。大阪杯出たいですけどね。ノーダウール。そういえばさ、元気だね。お、嬉しいか。よしよし。よしよし。クエスト達成、やったね。ねえねえ、体重はバッチリだね。嬉しいか。よしよし。疲れが溜まってるので疲れを取りたいです。さあこれで今週はレースがあるよ。体重はバッチリだね。お、嬉しい。はい、何です。好調ですし、馬体重も問題ないです。さあ大阪杯です。せい獲得賞金1万枚を突破してますからね。2倍ダントツを1番に切ったダークシャドウなんで、これはしっかり負けられないですよ。さあミッキードリーム、ドリームジャーニー、キャプテントゥーレ、当選冗談、ダノンシャンティ、リディルらが登場。比較的ヒミノダウールほか新しい馬ってことになりますね。距離は2000。
ちょっと短い気がするが、出して。桜も見頃の仁川で行われる春の中距離王決定戦であります。大阪杯まもなくスタートです。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。7番、まずまずスタートでしょうか。ちょっと出遅れてるけど、対策とはないと思います。果たして何が行くのでありましょうか。エイシンフラッシュが先手を取ります。そして内からはキャプテントゥーレが争う。それからもう1頭、3番ドンセン両団、8番ミッキードリーム、それから9番ダイワファルコン、そして外からはリディル、タッチミーノット、そしてその後ろからダークシャドウ、それから離されましてダノンシャンティ、内を通って1番ヒルノダムール、その外からは5番カタノバニャリー、1頭ポツンと離されているのが7番ドリームジャーニーという展開です。もう一度整理しましょうか。エイシンフラッシュが先頭です。それから足毛の馬体、キャプテン2で内を通りまして当選両団、そして4番でミッキードリームであります。リディルがその後ろ、ダイワファルコン、外から1頭12番タッチミーノット、差が開いて2番ダークシャドウ、ちょっと離されまして1番ヒルノダブール、その外4番ダノンシャンティ、5番カタノバニャリー、黄色い帽子が馬込みで入れています。いよいよドリームジャーニー、じわっと上がっていく、ゆっくり上がってくるが、このように一段すごい競馬になって、こっから一気に仕掛けていく。さあ向きを抜いたエビナとパタノバニヤリ、さあヒロダムーと伸び合争いだ。先頭はエイシンフラッシュが半馬身リード、すさまじい叩き合い、一騎打ちだ。果たし合いだ、懸命に粘ったヒルノダムール、パタノバニヤリがかわした。ヒルノダムールしかし何とかかわしました。首の上げ下げ、さあこの一着は際どいぞ。いや一着争いですね。パタノバニヤリが勝つことができました。伸び争いを勝利しました。カタノバニヤリー、やったね。1着5番、2着1番、おめでとう。嬉しい限りです。ちょっと元気ないね。メロいい感じだね。何です？クエスト達成、やったね。さあこれで大阪杯を勝つことができました。香港バーズに続いての勝利、再度 WBC に挑むということになります。今一時の出来はないような状態ですが、 G1 9勝目、ここはしっかり WBC 再度勝って最後の SWBC に挑めればなと思います。残り4週しかないんで、次回がおそらくこのカタノバニヤリー最終回となるでしょう。ご期待ください。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。